延岡市政だよりです。この時間は延岡市の企画政策でお送りします。それでは耳寄り市政情報です。今回は災害対策について危機管理室の十黒木貴博さんに紹介していただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先日もものすごい雨でしたけれども、6月に入り大雨や台風災害の心配な時期となりましたね。はい、そうですね。延岡市ではここ数年台風による大きな風水害は発生していませんが、過去には大規模な水害や竜巻が発生し甚大な被害を受けています。また最近は全国的に局地的な集中豪雨、いわゆるゲリラ豪雨などによる被害も発生しています。天災は忘れた頃にやってくると言いますので、常に災害に対する十分な警戒が必要です。災害に対して私たちはどのような備えをしたらいいんでしょうか。はい、まず正しい情報を取得できる環境を整えることが大切です。市では災害の状況や避難情報、避難施設の開設状況などを緊急速報メール、災害情報メールのほか、テレビやラジオ、市の広報車、ホームページ、市政連絡員への電話連絡などでお知らせしています。これらのうち複数の方法で情報を取得できるように普段から備えてください。またあらかじめ避難施設や避難ルートを確認しておくことや、家族が離れ離れになった場合に備え、安否確認の方法や集合場所などを決めておくことも大切です。まずは正確な情報を受け取る手段の確保と避難場所の確認などが大事なんですね。ところで避難情報はどのような状況で発表されているんでしょうか。はい、市が発表する避難情報には3段階あります。まず第一段階は避難準備情報。高齢者や体の不自由な人、小さい子ども連れなど避難に時間のかかる人は避難を始めてくださいという情報です。第2段階は避難勧告。災害の発生する恐れが高まり、地域の皆さん全員が避難を開始してくださいという情報です。第3段階は避難指示。災害による危険性が非常に高まったので直ちに避難してくださいという情報です。避難所に持っていく非常持ち出し品としては3日分の水や食料、携帯ラジオ、懐中電灯、携帯電話の充電器など、それ以外には例えば赤ちゃんのいる家庭では哺乳瓶や粉ミルクを用意するなど、家族構成に合わせて必要なものを準備してください。リュックサックなどにひとまとめにしておくと安心ですね。そして集中豪雨や長雨などによる土砂崩れなどの土砂災害も起こりやすくなりますよね。そうですね、土砂災害は洪水などと違い、いつどこで起きるか予測が困難なために非常に危険です。集中豪雨や長雨により土砂災害の危険が高まった場合には、宮崎地方気象台と宮崎県が共同で土砂災害警戒情報を発表します。土砂災害が起きる前兆として、裏山などから急に濁った水が流れてきたり、地鳴りや土臭い匂いがするなどの現象があります。このような現象が起きた場合は土砂災害が起きる危険が高まっていますので、早めに避難をしてください。また過去に延岡市でも発生した竜巻の発生する兆候や遭遇した場合の対処方法などはありますか。はい、真っ黒い雲が近づき周囲が暗くなる、雷鳴が聞こえる、冷たい風が吹き出すなどの兆候が見られる場合や、竜巻注意情報が発表された場合などは竜巻が発生しやすい状況になっています。そのような場合、頑丈な建物に避難し、雨戸やカーテンを引き、窓から離れる、建物の一番低い階に移動するなど、身を守る行動を行ってください。いつ起こるかわからない地震や津波に対する備えも必要ですね。はい、地震に対する対策は家具の固定やガラスの飛散防止など、地震から命を守る、怪我をしないための対策や水、食料などの蓄えを備えていくことも必要です。また津波が発生した場合に備えて、今年3月に配布した延岡市ハザードマップで通勤通学、
翌行く場所などの近くの避難場所の確認や家族の安否確認方法、危険が去った後の集合場所など普段から家族で話し合っておいてください。いざという時のために日頃からの備えが大切ですね。そうですね、たとえどんなに備えをしていても自然の猛威にはかないません。地域でお互いに協力し合い災害に立ち向かっていくことが被害を最小限に食い止めることにつながります。普段から地区の行事や防災訓練に参加し、いざという時助け合えるよう地域の絆を大切に災害に強い町を育てていきましょう。今回は危機管理室の十黒木貴博さんに災害対策について伺いました。ジメジメした梅雨が明けたらアウトドアにはぴったりな季節がやってきます。こちらは梅宴川橋のふもと、道の駅梅に隣接するトトロの森梅キャンプ村です。快適設備の綺麗なケビンサイトのほか、電源や街灯も使用できるオートサイトもあります。ケビンサイト、オートサイトは共にペット同伴が可能。ドッグランもあるので大切な家族と楽しい時間を過ごせます。このほかデイキャンプや石窯ピザ体験ができるほか、美しい富士川地渓谷で遊ぶキャニオニングツアーも手ぶらで来ても楽しむことができます。大自然を満喫できるトトロの森梅キャンプ村で童心に帰りませんか？詳しくはご覧の番号までお問い合わせください。